ケリュープロジェクト生活会議ゆかりの木野静子です。現在2022年12月の初めなんですが、11月の後半に私がとうとうコロナウイルスに感染してしまいまして、10日間の自宅療養生活を送りました。でその間、主人と障害のある息子と一緒に暮らしていたんですが、とうとう10日間家族に感染させずに済んだという貴重な体験をしましたので、ちょっと私なりにいろいろ工夫して家族感染を防いだコツがあるので、それをこれからちょっとご紹介しようと思います。で、新型コロナウイルスもこれから第5類になるということで、ちょっと扱いが変わってくる可能性がありますが、やはり私たちのように障害のある家族がいる、あるいはもともと体調の悪い家族と一緒に住んでいると、どうしても家族に絶対感染させたくないという方は多いと思うので、参考にしていただければ幸いです。うちの場合はマンションの一室でワンフロアでバストイレ共有だったので、本当に気を使っていろいろ準備をしました。まずアルコールスプレー、これはかなり大量に使います。香料などが入っているとスプレーした後がベタベタしてしまうので、添加物のないものを選んでください。ティッシュペーパーは鼻をかんだりする以外にもアルコールを含ませて手指や身の回りのものを拭いたりするので多めに準備します。手を洗ったりするときになるべくタオルは使わず、ペーパータオルを使ってそのまま捨てていました。普段飲んでいるお薬やビタミン剤などもあれば用意しておきます。スマホと充電器、現代の必需品ですね。私も1日3回は充電するぐらい頻繁に使っていました。鼻をかんだティッシュなどは感染源になりうるので、ゴミはまず小さいゴミ袋でしっかり縛り、いくつかまとめて大きいゴミ袋に入れて出すようにしていました。着替えやタオルは洗濯の頻度によって若干数は変わると思いますが、必要な分用意します。2022年11月現在ではアプリを使って毎日保健所に体調を報告しなければいけなかったので、体温計とパルスオキシメーターも必須でした。日々の過ごし方なんですが、トイレなどで部屋を出るときはまず家の人に電話をして鉢合わせないようにします。必ずアルコールスプレーを携帯し、自分が使った後の場所や取っ手などにスプレーします。これ重要なんですが、一度部屋に入ったものはできるだけ持ち出さないようにします。ゴミは室内で分別して、ゴミの日には袋の口をしっかり縛って、全体にアルコールスプレーしてから外に出します。食器はなるべく使い捨てのものを使ってゴミと一緒に出します。どうしても家の人に洗ってもらう場合は、まずペーパータオルで食器の汚れを取り除き、アルコールスプレーを全体にかけてから部屋の外に出します。洗濯物もゴミ袋に入れてしっかり口を縛り、アルコールスプレーをしてから外に出します。家の人が触れる場合はマスク、手袋は必須、袋から出したらすぐに洗います。ちなみに私の場合は自分が結構元気だったので、家の人が寝静まってから自分で洗濯して部屋の中に干していました。というわけで、いろいろ対策を講じながら家族に感染させずに済んだという貴重な体験をしました。ただちょっと付け加えさせていただければ、私の場合かなり症状が軽かったので、いろいろ自分でもできたし、アルコールのスプレーを持ち歩くとか身の回りをきれいにするとかも全部自分でできたので、それほど苦労はしなかったんですが、症状は多分人それぞれだと思うので、例えば高熱が出てしまって本当に歩くのも億劫だとか、あと咳が出て本当に大変とかいう人になると、またちょっと状況が違うかもしれないので、あくまでもご参考にということでよろしくお願いします。私に限ってはやはり10日間誰にも会わずに隔離生活というのはちょっときつかったので、これからはなるべく感染しないように気を引き締めて頑張っていきたいと思います。これからもケリアプロジェクトとゆかりの木をよろしくお願いします。